超高難易度。全員経験してたんだな。モンハンライズをクリアまで進めた人はね。鬼火を、あ、喉がひっくり返った。鬼火をまといし者、勝てない。まあ、それもそのはずだよね。ここ挑めるようになった状態だと、結構いい装備ですよ。これ見て、イベントクエストとかでもろもろ集めてこの感じになってるんですけど、フル強化で、防御力343。でも武器はここまでいいもん持ってきてるんですよ。現状最強じゃないですか。ほぼほぼ。この状態でも、結局、我々は防御力450とかそういう世界でね。で、攻撃力も超会心3とかさ、そんな感じで戦ってたわけじゃないですか。勝てないっすよ。ぶっちゃけ、フル装備で、がっつり防御力とか持った状態の、イベントまがいまがとぐらい。だ、それを我々、倒してきたってことはね。やっぱりだからもう、誰だ？ライズ簡単って言ったやつ。ライズ簡単じゃねえよ。多分、ここまでで私は双剣を、使い慣れてる双剣を使ってたっていうのもあったと思う。でも、ライズから、モンハン始めた人にとっては、まあ、全部の武器が使い慣れてないわけじゃないですか。その状態からだと、このまがいまごと、新登場ということも相まって、相当強い。というわけでね、実はもう2回負けてるんですがね、今回負けないようきっちりかっちり、蹴りをつけていこう。やらせてもらいますよ！お前、だいたいそもそもお前の動きだってさ、相当見てんだから、負けるわけないんだよ！負けるわけがないんだ！俺が、お前に負けるわけがないんだ！どうだー？これだよ！これだ！これだよ！このすくい上げ攻撃で、ちょっと何回も何回も攻撃をもらってしまう。ああ、ちょっと、ほら、見て、このダメージ。で、ここでチャンスを生かしていきたい。俺、二回とも腹痛つけてっからね。腹痛つけてから、待ってください。攻撃が当たっていない。攻撃が当たっていない。だがよ、これが、本当に、モンスターハンターライズを始めたばかりの、ハンターが、出会った上位の、マガイマガドというわけだ。あいった、ちょっと待って。回復がグレートもよ。そんなにね、回復がグレートもないんですよ。やめて。あ、危ない、怖い、あ、危ない、食われる。大丈夫、堅実に、あ、ちょっと遅いね。いやー、また食われた。やめて。これだってこの時に残ってないと追い打ち爆破で即死クラスのダメージ受けるからね。最大防御力がっつり上げた状態で防御銃3つつけてきてるんで、こちとら。しかも弱いの濃いだからね。もう何のあれもないよ。何の恥も外聞もない状態で私は挑むよ。ゲージの色上げろ。危ない。ゲージの色を上げたい。あげる。よーし、ゲージの色を上げて攻撃力いいぞ。猫にゃんにゃんよ、マガイにゃんにゃんよ、マガイにゃがとよ。いい、グハクソできない、危ない。おい打ち、気をつけろ。あいつあれだぞ、脳死でやっと操作に慣れてきて復帰を覚えた初心者を狩る圧倒的強者よ。許されねえ。そんなことをしていいのか。パッケージモンスターが、ん？いいのか。届きそうにないと思わせておいてがっつり届く。その尻尾攻撃に、起き上がり攻撃、いいのか。その転がり攻撃といいよ。人を騙すような行為をしてよ。いいと思ってんのか。届け、届いて。よし、届いた。ゲージが、マックス。そして、逃げられ。すいません、フロギーさんたち。僕は、そんなつもりでやったんじゃ、ないんです。でも、フロギーの素材も今は貴重。きっちりと剥がせてもらおう。私は無駄な殺生はしないタイプ。さあ、マガイマガド、道中マガイマガドちゃんよ。まさかお前にこんなに苦戦することになろうとはな、思わなかったぞ。見せてやろう。人玉取りって、やっぱり大事ですね。さて見せてやろう。いや、見切っていきたいな。これを取ってこ。道中のマガイマガドとか、こんな強かったんだ。だってまあさ、ライズって、結構すぐ、武器防具作れちゃうから、あれだよね。あっという間に防御力上がってくじゃん。だから忘れてるんだよ。でも、確実に、うわってなった瞬間があるんだ。いやー、できない。見切れない。できない。ダメージがでかい。これ、取らせてくれ。小銃取らせてくれ。銃を取らせてもらい。見切ってない。いける。飛べ。飛んだけど当たらない。飛べ。うわー、いやらしい。なかなか来ない。なかなか来ないよ。おい、マガイマガドさんよ。一人で踊り狂いやがって、俺とダンスをトラブっちまおうぜ。暗い。やらしいで。
いやらしいで、その緩急だな、それよ。もう絶対無理だよ、見切れるわけないだろ、そんなの。あ、どくしょ、来た。よしよし、いい流れだ。あー強い。うんうん、ゴーゴードロスパンチキンチョンドン、あれドンザンギヘ。そして、あー、どっちが上かと思ったけど、さらに上を取られていく。いい、まだだまだだまだだ、まだ赤ゲージだ。いやー、今だ、今しかない。あーあー、こっからが本気だ。やばいやばい、回復してない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 。普通の回復はダメだよ、グレートマジでもったいないから。次の挑戦のことを考えちゃうからな。もう負けムーブ、負け。ちょっと待ってください、内臓バリア。よいしょよいしょ、安全に安全に。いいよいいよ。そしてどこで狙っていきたい。いいよ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 、いいぞ。来た来た、イカレタコスケ君のスーパームーブが来ましたよ。ほーほーほーわあ。まあそうね、2発とかではおつんないけど、まあ、コンボを軽く食らったら簡単におつってしまう。どこに行くんですかね。壁にぶつけておきましょう。壁にぶつけておこう。ここ総流したいところだかな。総流したいところだが、ここは壁にぶつけておこう。そしてはい、あ、よいしょ。こっからゲージを回収していきたい。タン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 。おお、しびれているしびれている。もったいないもったいないもったいない、もったいないよ。このまま持っていけるか。3連敗を無オツで飾る。ちょっと待って、なんで今私は見切り切りをしたはずだ。よし、よ、弱ってんな。もうだ、もういける。これいけるぞ、いけるぞ。これかっこよく決めたい。かっこよく決めていくスタイル。もう一回黄色ゲージでも打っちゃう。いいぞ、止まったな、お前のその腕が。んだがちょっと想像と違いますね。弱ってないの？あれ、まだ弱んないですか？今流れ的にもうとどめを刺そうというそういう雰囲気あったんだけどね。弱ってないのか、硬いな。せっかくここまで強い武器持ってきたんだけどね。まあでもいいでしょう、ここからで。ここからとどめを刺させてもらう。いいぞ、お前の動きはこの2敗の中でもう覚えた。うぃっ、来た。まだ危ない、危ないじゃない、当たっている当たっている。まだこっから本気が待っていた。あー、すごいぞ。もうどういうことになってんの。あ、待って、死ぬ。危ない危ないよ。あ、しょうがない、グレート使おう。ゲージ上げたい、ゲージを、ゲージを、ゲージを上げたい、ゲージをください、ゲージ上げたい、ゲージを。違う、なんでだ。来た。ん？もうこれダウン取ってるか？一回ダウン取ってるか？鬼火ダウンをここで、うわぁ、ちょっと待ってくださいよ。話が全然違う人具。違う人具よ。ちょっと待ってくださいよ。危ない。わぁ、全然わからん。鬼火を、お前が食うのはこの鬼よ。なんで俺が鬼火食らわなきゃいけないの？危ない。お前に鬼火を食らわせたいけど、俺の限り無しかない。はいよー。はい、ここは通常のぶっ刺し。このまま、このまま押し切る、このまま押し切る。これ私ずっと分かってんのに全然。うわ、ちょっと待ってください、回復。あ、もうえ、もうグレートない、もうグレートない、グレートないよ。待ってくださいよ、危ねえ、段差に救われた。よし、あ、もう。あ、でもたぶんなんでお前の爆発を見切ることができ。ちょっと待って、なんで俺、ちょっと待って、目がおかしいのかな。ああ、いや、もう全然無オツで倒すつもりだった今。あれ、目がおかしいのかな。なんで爆発飛び込んじゃん。え、スチーム版ってなんかその美麗さによって全然ダメな感じ、見極めにくい。キラキラと鬼火に惑わされてますかね、鬼火の美しさにね。おっと、弱っていますね。だがよ、ここまで来てまだ2オツ残っているから、強気の男はここまで来て捕獲というわけにはいくまいで、2杯のちっぱいのとどめをよ。この小樽爆弾はなかったな。じゃあどうしましょう。キック、ふん、どうです、キューン、素晴らしい。危ない、すいません、すいません、すいません。あ、わからん。だがよ、待ってくださいね、ちょっとやっぱ捕獲しようかな、やっぱ捕獲しようかな。あ、危ね、いける、やれ、押せ、倒せ、大丈夫、よし、いいぞ、当たんない、ダメ、いける、飛べ、仕掛けてこないで、帰れ。あー、まずい、これはまずい、危ねえ、すごい。お前、そんな技を序盤から持っていましたっけ。お前、そのバックステップといいよ、ちょっと攻撃しにくいよね、やっぱりね。どんなのかバックステップするんですか、嘘でしょ、危ねえ。よっ、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 
これは主人公がライバルに崖から落とされて、あ、だけど犬だけ残っている状態。主人公は俺ではなく犬であったか。待ってください、待ってください、今行きます、今行きます、今行きますよ。ちょっと待って待って待って、降りてこないで。よいしょよいしょ。いや、ちょっと待てお前、許さんぞ許さんぞ。くそー、犬も今回降りてきた。犬行くぞ。くそー、乗れ、お乗れ、根っこめ、根っこどこ行った。根っこやってやるぞ、やってやるぞ。てか弱ってから強くねえか、弱ってからが強くねえか。こんな強かった、弱ってから。変な意地を張らずに、とどめだ。あら、当たんねえ。ほい、いけるべ。あー、ちょっと、あ、大丈夫、うわ、見えない、やれる、よし。あー、一応全なんとかなった。うーん、強い。いや、防御力縛り結構これ鬼畜だよね、今考えてみるとね。だってさ、そもそもの今の高難易度クエストのイベントモンスター、あ、やった、激輪か。高難易度のクエストのモンスターって、まあ大きさとかもろもろあれど、基本的には攻撃力が高くなってるっていうのが強いわけですよ。なのに防御力が低い状態で挑まなければいけないっていうのは、それすなわちってことだよね。それすなわち高難易度ってことだよね。我々、高難易度で戦ってたんだな。まあもちろんね。最近来たバルファルクと違って、ソウリュウとかね、絶対に、まあ、勝てないってことはないような仕様だとは思うんだけど。はあ、これどうな、なるはたた姫。厳しいんじゃないの？で、結局、この時の道中の強さを我々は今、高難易度イベで思い出してるっていうことなんだろうね。いや、すっげえ激輪来た。弾くれや。弾を14分かかった。この装備で。ご視聴ありがとうございました。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ